おはようございます。おはようございます。今日はどちらに？今日は栃木にバトルでございます。車でイカ合流してます。 Let's go man。 眠いっす。確かに筋肉痛が、はい、はい。昨日はドキュメンタリーの撮影、丸一日からの栃木遠征です。しかも朝入りね。はい、それなんか水木そこのコンビニらしいんで、okay. 一回合流しましょう。田舎っすね。田舎、田舎。YouTube、ま、テンション低いって言われちゃうからな。まあ、大体ね、こういう朝とかが多いですからね。履いてた。あれっす。そう。YouTube を撮るときはね、大体ね、仕事終わりかね。元気ないときですからね。これ水木です。水木、これ水木です。てか、ボーダーが水木です。ワッサー町。ワッサー。ヒエ。ヒエ。ヒエメン。てか、なんか買う？あ、森子さん買うと思う。俺は買ってきちゃった。いや大こぼしですか。うん。もう結婚みたいになってますかね。オーマイガー。サイズ間違い。じゃあお願いします。お願いします。広いこの車。ずっと動画回そう。ね、ずっと動画回してる。回してる。すごいね。 SD カード3枚目。撮影されてるやつもかっこいいね。なんか雑誌のあれみたいで。確かにあれかっこいいですよね。これこれとかですよね。雑誌のなんかあれみたい。なんか小村と話したのがなんかヒップホップ DNA みたいだねって話をしました。あーやばいね。確かにそうだ。じゃないですか。そうだそうだ。キムチがないんだよね。あ、トイレ行っていただきます。うん、一瞬トイレって打ちかますわ。全然いいっすよ。ぶちかましてくる。場所大丈夫ですか。多分店の端っこの方でしょ。そうです。分かんなかったら電話してください。チャレンジしてみる。チャレンジ1年生。うん、サイン大丈夫でした。あ、ぶちまけてやったもん。顔めっちゃ死んでんな。しかし眠そうだ。わっちゃんね。結構疲れて顔入れますからね。どんどん動画で多分老けてますよ。シンもやっぱ顔に老けてるタイプですよね。昨日だってさ、俺 T シャツ5枚死んでる汗で。三つ目とかも羽生サービスエリア合流 OK って言ってた。スタバとかでチャーシュー巻いてゆっくりしましょうよ。一回腰据えて。よし、モンド。マジよかった。マッサージ、マッサージ。クロちゃんは？クロちゃんの待ちです。クロちゃんの待ちで。出発も大マッチで。クロちゃん待ちで、とりあえず。来ました。ちょっと握手、ちょっと NG で。はい、握手は NG で。お疲れです。お疲れ様でした。誰も握手しないっていう、こっちから。やば、攻撃してます。芝希望。いや、まずいって。なんか飯でも食いますか。アリス。俺食いたい。行きましょう。とりあえず一回休憩で。これ何色？こっちが青で、こっちが緑です。これが緑？そうです。何で書いてあるの？緑ですね。緑ってか、ちょっと青っぽい緑って感じですね。これが完全に青って感じです。群青色。群青さん。うん。何買ったの？カツ丼食いましたけど。カツ丼食いから。食うじゃないかったの？カツカレー。若いな。すごいな。あ、向こうにあるよコンビニ。20代前半とはやっぱ違う。違いますね。ちょっとあれパンぐらい買ってます。俺もなんかパン買いたい。後で買いに行きましょう。パンとコーヒー。そのコンタクトなんか普通のコンタクトなんですか。普通のコンタクトですよ。あんまスリルないけど。はい。一応つけてみたいな。一応。うん、コンタクトつけるとちょっと変わりますよ。あんま変わんね。でもつけるみたいな。少しでもって感じですか。確かに。あ、なんか見えてる部分が若干良くなるみたいな。肉とか魚とかチーズ挟んであるやつ。なんとかサンドみたいな冷蔵トーネにありそうなようなやつ。半熟卵とベーコンのバルバニーニみたいな。あ、それ。どれです。バニーニ。これバニーニ使います。バニーニでしょ。ラスイチなんです。あ、それ。これ絶対うまいですよ。バニーニ。食べれてます。
シングレック。シングレック。聞こえてるのか問題ね。適当でしょ。適当は大体あってそうだよね。なんか食いながらます。食うねー。奥さんたち。こっちはパン。ベーカリー。ベーカリーです。食うの早っ。これ中で作ってるの見れるやつですよ。これ今ほら中のやつでライブ中継されてます。これです、これです。これライブ中継されてます。上ライブ中継されてるんですよ。これこれ今の森さんのコーヒーが作られてます。ここ、そこです。こんなん流してどうするの。なんか中のやつを 見れますよっていう子供の男の子の心をくすぐるっていう。それにしちゃうと高くない。位置高いです。これちびっこ見えないよね。確かに子供の心を持った大人用って感じです。ここから見るっちびっこは確かに。まあそういう感じですね。かわいいね。キャマいいって感じです。キャマ、そこです。さあついてます。え、これホット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 大ホットゲット。大ホット大ホット大ホットってなんすか。大ホット買っちゃったよ。大ホットとは探しましょう。じゃあまた現地で着きましたね、栃木に。じゃあ下上げていきましょう。下がっていきます。ただすぐ曲がって開業するみたいな。これ調べる。こっちはね、ショッピングモール的なところがあって、多分来ました。これに、おはようございます。森子さんです、これが。おはようございます。え、どうしたの。え、あ、結構前から見え、あんま見えない。そうです。あ、そうなの。はい。あ、だからなんかパークの時も誰かわかんない。そうそうそう。あ、そうどんどんひどくなってて、もう見えなくなっちゃって、顔とか。あ、来た来た。大丈夫なの。大丈夫じゃないっす。マッサー。マッサーです。ずっと後ろついてましたぜ。本当に行ってよ。いや声出したんで気づかなかったわ。今ね、あの D がね、2人選ぼうとしましたからね。1人ですよ、1人。1人をピックアップしてください。ドゥルルルルルルこいつだー、モーリコジャブルルルルルルじゃあ、あと、ちょっとここ、あの、バーカーに名前をかけましょう。もう、ラスト、最後の一枠。ティガサキ、お願いいたします。おめでとうございます。こやつだ、おめでとう。ビートナイスやりました。いやー、ワンマン目マジでミスりまくったからダメだったなと思って。でも、ツーマン目はめるとこはめてたじゃないですか。いや、水木もよかった。いや、ワンちゃん俺マジで、あの、3人で誰かかなと思ってた、本当に。いや、俺も3人中の2人です。ここの誰かかなと思って、ここ3人の2人かなってたから、好みだと思ってね。ああ。また小林さんとるか。森さん何試合目ですか。まあ、俺1試合目。これ3試合目なんで。俊平君。ああ、パワーマッチ上手いです。今日みんな良かったでも。特に森子さん、ね。みんなで来れたのが楽しいし。間違いない。そこが一番ですね。今回、不適されずみんなを動員に来そうだから、うん。今日はちょっと、潔く負けを見た。見た目で男らしく。
いいわけじゃないです。心のどっかで思ってる自分もちょっとね、いたんだよ。それがダメだった。なるほど。あ、怒り？そう、俺ちょっと怒ってた。それがなんか、今までの、ほら、俺もなんか怪我ですよ、あいつらの期間。それもあんのに、そう思ってる自分がちょっとダメだった。確かに。クロちゃん今日場所が狭すぎたね。クロちゃんめっちゃ良かった。良かった。てか、あの、普通の目がマジで良かった。なんか潔いよね。潔かった。うん。男って感じでした。潔い。あれはあれでありって感じ。岩城ムーブ。岩城ムーブ。男らしいって感じ。なんか、自分のできることを今やるみたいな。あ、そうそうそう、もうなんかできることでやるしかないなってなって、もう、うん、あれは男だったよ。ワンマンはちょっと挑戦しに行きました。はい、行きましょう。早速シュンペイ VS モリコジャパントップ8 1回戦レディーゴー。デーンとりあえずサッキーがショットを取ります。やばい、シュンペイレッツゴー。なるほど、さすがですね。今日ね、これもしっかり、ナッチしていただかなければいけないので、さっき OK でしょうか。では、行きましょう。シュンペイ、バンズモリコジャパン、カウントダウンは、3、2、1、チャッチ！デーン！デーン！これはね、先行後攻ないんで、もう早速行ってみましょう。延長戦、レディー、ゴー！もう一回見たい気持ちもあります。あれが欲しいなって気持ちマジで悪だね。いやー面白いじゃん。だっていや面白いけどねやってる方が次4ラウンドだよ。いやー浸透ですねこれは。マジで見たい、限界見たい、はい、まあでもね、1-1もしなったら、まあ、それはしょうがないことなんで行ってみましょう。延長戦シュンペイ VS モリコジャパン3-2-1ジャッジ。おー、おーシュンペイ、はい、長いナイス。ナイス。まあ、それとお疲れ様でした。うん、ただ福岡の歌とかあったんじゃなかった。なんかまあ餃子でも食って
入りましょう。餃子食いたい。餃子食いたい。餃子食おうよ。これ飲むとテキーラがめっちゃ辛い。確かに。あれ結構今日のハイライトですね。よく飲むな。あのさ、動きすぎて喉カラッカラな状態であれ飲むのはやばいでしょ。しかもその後さ、みんなさ、もらってなくない？もらってない。俺だけもらったの、なんなん？あの、騒いでたからっす。そう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 。俺もめっちゃ騒いでた。なんかみんな負けたらあれ息するもんだろうと思った、今日のもう流れ。いや、炎上だったからの、なんかあれご褒美です。むしろ。お疲れ様でした。MC 賞？ MC 賞でした。盛り上げてたね。今日マジで森さんかっこよかったよね。予選からかまししすぎ。確かに。予選は結構かましてた。予選は結構かましてた。予選のマンボルメイがマジで顔すぎて。負けなかったっていう感じです。あの方がマジで誰に動くない。出る順番も良かったっしょ。もしさんもうジョイチケ使いました。使ってない。使いましょう、うん、みんなで乾杯しましょう今。あ、じゃあすいません、航空じゃ航空で一度乾杯しましょう。お疲れ様です。頑張ってください。決勝頑張ってください。楽しむね。お疲れ様です。ピース。